日本とモロッコの関係とは日本とモロッコの間における国際関係について記述する。両国は1956年に国交を樹立した。在日モロッコ大使館日本とモロッコの接触が始まったのは19世紀後半、ハサン一世の時代とされている。1938年に日本はカサブランカに領事館を開設した。1956年、 モロッコがフランスから独立すると、同年、日本は、モロッコの独立を承認し外交関係を樹立。1961年、首都ラバトに在モロッコ日本国大使館を開設し、1965年に、中日モロッコ大使館が開設された。2016年、国交樹立60周年を迎えた。1987年3月に、 大大使モハメットが初来日したのを皮切りに、モロッコ王室と日本の皇室の間に緊密な交流が存在する。技術や開発面では、日本はバランスの取れた発展途中と中東、北アフリカ地域の安定化への貢献を基本方針とし、円借鑑教養、無償資金協力及び研修や、専門家派遣、技術協力プロジェクト第三国研修の 技術協力を実施している。一方のモロッコも日本が過去に協力してきた漁業、道路保守、保険等の分野においてアフリカ諸国に対し協力を積極的に行っていることから日本と友好的な関係を維持しており2003年9月には日本のサブサハラアフリカ諸国に対する技術協力を推進するため両国間でアフリカにおける 南南協力推進のための日、モロッコ三角技術協力計画に関する枠組み文書が署名された。加えて、モロッコにとって日本はドイツとフランスに次ぐ主要援助国である。貿易面では、対日輸出額が約150、100万米ドルに上り、主要品目は、魚介類、電子部品、輪鉱石関連、観点。一方対日輸入額は、 約25900万ベイドルで、主要品目は、乗用車、産業用車両、機械類となっている。これは、貿易額としては、アフリカ有数の規模である。また、モロッコは、アフリカの中でも、比較的経済的に豊かで、かつ、アラブ諸国の一員としては、イスラエルに対しても、柔軟な姿勢をとっていることから、ビジネス拠点としての潜在性があり、二千十七年の、 日本のモロッコへの直接投資額は73万ドルとなっている。モロッコが領有権を主張している西サハラについて日本政府は西サハラを国家として承認していないがモロッコによる西サハラ併合も認めない立場である。日本の皇族及び首相によるモロッコ訪問モロッコの王族及び首相による日本訪問。ありがとうございます。